皆さんこんにちは、サンライズ TV のモロです。本日はですね、敬老会が、無事終わりまして、動画を撮っております。去年も実施はしたんですけれども、コロナウイルスの影響もありまして、ご家族をお招きすることができませんでした。今回、実行委員の方で話し合った結果、安心と充実の人生をご一緒にというところで、法人の理念にもありますので、ご家族また、ご入居者の皆様、安心そして充実した時間を過ごしていただきたいということで、今回はご家族をホームにお招きして、実施しようと思い行動をしておりました。先日無事終わりまして、こちらの方で、ご報告というか、ちょっと共有の動画となります。まずはワクチン接種ですね。ご入居者の方は2回終わってますし、職員の方も全員2回打ち終わっております。そこでご家族の方にも限定させていただいて、ワクチン接種を2回済んだ方、証明書を持って来ていただける方に関してのみ、お招きをするという形を取りました。また普段やってる感染症予防の検温、手洗いというのはもちろん徹底させていただいて、人数もですね、1グループ2名までとさせていただいたり、面会中の飲食は禁止、また来所された時にこちらで用意した新しいマスクの方に、付け替えていただいて、施設内にいる際にはそちらのマスクを着用していただくよう、声かけを行っております。職員の出し物もいろいろ行ったんですけれども、その見学に関しては、結構距離離した場所にいていただいて見ていただくか、ライブ中継でその際撮っていたので、そちらのモニターで鑑賞していただくという形で、感染症対応を取り、実施させていただきました。今回主役であるご入居者の皆さん、またご家族の皆さんに、充実した時間を過ごしていただくっていうところは達成できたのではないかと思っております。感染予防の対策をしっかりとっていてもリスクはゼロにはならないと思うんですけれども、実行委員の方でもいろいろと話しながら、対応していった結果、無事に実施することができました。